して通常呼吸でもう一回やり直す実感。逮捕容疑は日産の有価証券報告書に自らの報酬を実際よりもおよそ50億円少ない額で記載し申告した金融商品取引法違反の疑いならず海外にも衝撃を与えたゴーン容疑者の逮捕。はい、失礼いたします。はい、はい、こちらアイスコーヒーですね。